水陸両用ヘリコプターは、地表と水面の双方での離着陸、水を意図したヘリコプターである。水岸救助、海洋サルベージ、海洋調査といった、様々な特化された目的に加えて、非水陸両用ヘリコプターでも実施できる、その他の用途にも使用される。飛行艇のような水密性か耐水性の停滞を備えるか、水蒸気と同様の手法で、 汎用フロートを装着できるように設計されている。ヘリコプターは1940年代に実用化されて、以来主に水難救助の役割に用いられてきた。固定翼機よりも悪天候下での飛行が可能であり、垂直離着陸可能で、負傷者を直接病院や、その他救急隊を施設へ運ぶことができた。実用的な水陸両用ヘリコプターは1941年に、 登場し、すぐに着水能力が有用であることが証明された。非水陸両用ヘリコプターは、水難事故現場上空で対空して、ホイストを使用する必要があったが、水陸両用ヘリコプターはより直接的で、効果的な救助活動を行うために水面に着水することが可能であった。1941年に、イーゴリシコールスキーは、 ボートシコルスキー VS-300 に汎用フロートを装着して最初の実用的な水陸量用ヘリコプターを作り上げた。1940年代と1950年代にはベル47と48、シコルスキー R-4 と R-6 といった数機種に水面と地表の双方に離着陸、水できるように汎用フロートが取り付けられた。ポンツーンには 空気が充填されるか燃料や補給品の収納に利用された。1949年にシコルスキー社は車輪とポンツーンの両方を備えた H-5H を製造した。フロートを地面に接触させると破損する危険があるため通常は下部が補強されている。モスキートアビエーション G は地面に接触しないようにフロート下部にスキットを備えている。 シコルスキー S-62 は飛行艇の停滞構造で作られた最初の水陸両用ヘリコプターであり、1958年に初飛行を行った。それ以前の S-55 の部品を多数利用した S-62 はこのアイデアを実証し、シコルスキー社はアメリカ海軍向けに対戦戦線を目的とした。 s 6 1ーキングの試作機を1959年に進むぞらさせた。S-62 と S-61 の量機は1961年に納入準備が整い、シコルスキー社は後部ドアトランプを備える長道の輸送機型で、水密構造を持たないモデルを含む1100機の S-61 を製造した。またアグスタ、三菱重工業、 ウエストランドといった企業に S-61 派生型のライセンス生産権を与えた。水陸両用ヘリコプターは1960年代に頑丈な低体構造の機体が軍用と民間の双方に向けて一定数が生産されるとその地位を確立した。これにより救助隊員たちに任務中の大幅な安全性と成功率の向上をもたらした。 非水陸療養ヘリコプターを水面上の作業に使用する場合は高い確率でホイスト、救助バスケット、水難救助隊員に頼っていた。しかしながら開発費の高騰により1970年代の初めには水陸療養ヘリコプターは非水陸療養型に徐々に置き換えられていき、アメリカ沿岸警備隊で使用されていた最後の 水陸両用ヘリコプターであるシコルスキー HH-3 回ペリカンは1994年に退役した。活発な風が吹いている着水面の波の状態でローターを停止して水面上を浮き行する場合、胴体両側に安定を図るフロートを取り付けた低体系ヘリコプターはハム用ポンツーンを取り付けた非水陸両用ヘリコプターよりも直立姿勢を保ちづらい傾向がある。 利水するにも困難さがあり、特に大きな荷重がかかっている場合や波が高い場合は、それが顕著である。ミルミ -14 は同じような低体系の設計であり、アメリカ製シコルスキー S-61R のライバルである。カナダ軍は自国の CH-124C キングを着水させるウォーターバードと呼ばれる技法を開発した。 浮き口時間延長のために、標準のスポンソン外側に緊急用の膨張式フロートを追加装備したシコルスキーシーキングヘリコプターは、水面との接触にある程度の対抗性を持たせて、設計することができる。ソーローター機であるパイア石器 A1-25 の停滞と、機種仮面のガラスを耐久性のあるアルミニウム製に変更して、 開発された1958年のバートルハップマイナスには、機体の中ほどの左右に安定性を保つアウトリガー式フロートを備え、風向きがどうであろうと水面上を前後に滑走することが可能であった。バートル CH-46C ナイトと、そのカナダ版の CH-113 ラブラドールは、ないだ水面であれば着水して2時間までなら、浮き荒することができる。 後部スポンソンは三脚の降着装置のうちの二脚を保持するとともに自動防露式燃料タンクを内蔵している。この機種は1962年からアメリカ海兵隊に1963年からはカナダ軍に収益し始め貨物と兵員の輸送に使用されている。c h 十七チヌークは秘密作戦や特殊軍事作戦を実行するにあたり短時間なら 着水できるように十分な水密性を保つように作られており、胴体量側面のほぼ全長にわたり伸びている、スポンソン内部の水密区画により、浮力が増されている。着水可能時間延長のために、ボーイング社は耐水性能向上キットを提供している。1966年に導入された、シコルスキー CH-53C スタリオンも、 限定的な着水能力を有している。軽量な陸上ヘリコプターの一部には、スキットや機体下部に取り付ける膨張式のフロートがオプションとして用意されており、緊急着水時に膨らませることで沈没を防ぐことができる。あくまで救助を待つための装備であり長時間の利用には向かず、フロートは使い捨てとなる。水陸両用ヘリコプターは、アメリカ合衆国大統領の移動用や、 遊覧飛行用など様々な役割に使用されている。ありがとうございます。